どうもこんにちは、ミカスです。今日はですね、今ここについてる iPhone、 これの、まあ、スマホホルダーですね。今ちょっと違うやつも横についてるんですけど、今回はこいつのレビューをしていこうと思うんですけど、まずはこのスマホホルダーがどういったものなのかっていうのをご覧ください。さあ、では中身を見てみましょう。こんにちは。はい、こんな風に入ってるんですね。あ、もうね、シンプルで、この本体と、この中は付属品だけですね。あとは、取説か。取説も入ってます。はい。じゃあ、まぁ、あ、ちょっと付属品、これね。はい。ズラシ。クリップタイプ、クランプというかね、タイプなので、まぁ、あ、こうねじ締めれば、こうね、狭くなっていくので、まあ、これだったらね、どんなバイクでもつけられますよね。で、ここボタンがあって、ボタンを押すと、フリーになるんで、非常に使いやすいクランプですね。はい。じゃあ本体見てみましょう。ズバズバズバーン、こんにちは。おお、結構かっこいいデザインで、うわ、すごっ、メカメカしい。なにこれ、裏かっこいいな。まあ、ここが取り付く部分なんですけど、まあ、バネが4箇所入ってて、こう動くし、こうビビビって振動を、まあ、バネとここのシリコン、それからここもちょっとバネになってるんですよね。で、吸収するといった感じですかね。で、ここがまあシリコンになって滑り止めっぽくなっている。で、四隅になんかやっぱシリコンがついてて、落っことしても大丈夫そうな感じです。で、あとは、バネだ。上下にバネで挟み込むタイプで、幅はこれ変えらんないんじゃない？うん。まあまあ、何しろ、例えばこの辺でね、スマホの大きさがこのぐらいだとすると、ここでこうガチッとロックする。そうすると止まるわけですよね。解除すればバチコン。じゃあちょっと自分の iPhone 挟んでみようと思うんですけど、これ、15の Pro Max です。でっかい方の iPhone。おー、ぴったりだ。すげえぴったりじゃん。はい、こんな感じでめちゃくちゃぴったりサイズなんですけど、カメラ部分、レンズ部分というかね、には当たらないようにかわしています。はい。で、まあ、これでロックするわけですね。これで使うわけですね。で、もうね、絶対取れない。これは取れない。バーンってこれだけ飛んでってもなんか取れなそうなぐらい、ガチッとはまります。この振動吸収系のスマホマウントで気になるのは、自分も今までこの振動吸収系2つ紹介してきてるんですけど、ブヨンブヨン動くタイプがあるんですよね。だけど、こう、ビーっていう振動でこう画面が滲んでナビとかがよく見えねえにはならない。でもブヨンブヨンするみたいなね。そういうタイプを自分はまあ今も使ってるんですけど、これは明らかにそのワイヤーでつながっててブヨンブヨンするっていうものではないので、単純に微振動だけを吸収するみたいな、そういう感じなんですかね。はい、じゃあ、走行シーンに戻ろうと思います。はい、ということで実際に今ねつけて運転しているわけなんですけど、まず取り外し脱着が全然しやすいです。今まで自分が使ってたのがやっぱり振動吸収系のやつで、ガードダンパーっていうね、もう新しい方のやつ、これを使ってるったんですけど、やっぱりね、斜めにスマホをつけなきゃなんないっていうので、ちょっとだけ煩わしい感じはあります。斜めに力を入れなきゃなんないというか、その点これはズボッと刺すだけ、上を持ち上げながら下を入れるだけみたいな感じで、脱着がねすごくやりやすいんですよ。これいいですね。で、まあ、肝心の振動系なんですけど、思った通りブヨンブヨンとはしないです。はい、で今ちょっとねエンジン回してないんであれなんですけど、まあやっぱり防ぎたいのはブヨンブヨンよりもその高周波の振動っていうのかな、ビリビリ震えるようなそういう振動を防ぎたいわけなんですよね。でそういう振動が起きると
これちょっとカメラでどう映るか分かんないんですけど、あのね、にじむんですよ文字が。でちょうど今これマイクの表示アプリを出してるんですけど、まあ、数字がいっぱい出てると思うんですね、アルファベットとか。これが果たして、にじまずに見えるのかどうなのかっていうところですよね。じゃあちょっとだけ回してみましょうか。うん、まあ5000まで回して大丈夫なんで大丈夫ですね。でその道路のこのなんていうんですか、ギャップ拾った時も大きくも動かないし、嫌な揺れ方っていうのをしない感じ、これならいいですね。じゃあちょっとねここらでちょっと空ぶかし失礼します。はい、全然大丈夫、これはいいじゃない。だけどこれ3500円ですよ。3500円でこれだったら良くないですか。全然微振動もないし、あの大きくも揺れないんで非常に画面も見やすいです。こんな細かい文字だってはっきり見えます。うん、すごいですね。なんかいろいろ新しくていいものが出てきますよね。はい、まあ、ということで、まあ、デザインもいいし、で使い勝手も非常にいいと、付け外しが非常に楽だし、で、これ iPhone15 の Pro Max、 Max サイズのでっかい iPhone なんですけど、これ普通サイズの iPhone でもこのままつくっていうことで、特に何かこうよくありがちなのがネジで幅を広げてみたいなとかあると思うんですけど、それもいらないんですよね。そのまま使えちゃうんですよね。で安いで性能的には文句なし、最高じゃないですか。最高ですよね。これでいいよっていう感じですよね。まあそう考えるとどうなのかな。その例えばね、このガードダンパーお気に入りだったんですけど、ちょっとだけ気になったのがこのバネの弱さなんですよね。でロックがちょっと外れやすかったりっていうのもあるんで、今現状ではこのガードダンパーよりもこっちの方がいいんじゃないってちょっと思っちゃってます。だけど値段は3分の1?4分の1? ぐらいなので、これはいいですね。これからバイクにスマホホルダーなんかいいのないかなって探してる方、これいいです、おすすめです。はい、ということで今回はバイク用のスマホホルダーでした。以上です。じゃあいね。さあいかがだったでしょうか。もしよかったらねこっちの方登録お願いします。じゃあいね。